あゆチャンネルは、日本のお笑いタレント。愛知県名古屋市出身。渡辺エンターテインメント所属。本名は、吉田あゆみ。杉山女学園大学在学中の2016年、渡辺コメディスクールのオーディションで特別賞を受賞し、入学試験免除、学費一部免除という特典を持って、同年4月、渡辺コメディスクールに24期生として入学。父親は、 印刷会社の社長。裕福な家柄で、渡辺コメディスクール生時代から、東海道新幹線で、名古屋東京間を往復、デビューした後もそのまま名古屋に住み、東京で芸人の仕事があるたびに、新幹線で往復しているということで、その交通費も父親が出しているという。大学の春休み中の2ヶ月間だけ、東京都内にマンションを借りて、そこに住んでいたということもあった。 その後、2019年6月から活動拠点を東京に移す。自ら自分はハングリー精神に欠けすぎていると言い,い、だから好きなことややりたいことは食らいついてでもやっていかなきゃと思ったことが芸人を目指すきっかけの一つにもなったという。趣味は食べることとユニバーサルスタジオジャパンに行くこと。ネタは漫談が多く自身の体験談などをもとにした。 正当派漫談である。早口で幕し立てるタイプのものが多い。2018年1月1日には、日本テレビのグルナよ面白そう SP に出演。これにおいて、ゲストの綾瀬春からから、発声に感読があるといった評価を受けた。赤に白のチェック柄の衣装に、同じチェック柄のリボンを頭につけて出演することが、主である。ありがとうございます。